待ってました。サングラスを外す瞬間の罪深き魅力。とえ、トーヒロウス、レイツー、えっ、と、これ、今う着てることですよね。昨日、紫輝くん、この瞬間サングラスを外してなかったので、髪せきすぎますまた抑えるしぐさ、エロい、かっこよすぎる、色気がやばい、いやもう、かっこよすぎます。コミュニティのエネルギーが湧き立っています。昨日のナンバー、愛のライブについて、驚きと感動の瞬間がたくさんありました。 サングラスを外す瞬間から観客全体が一体となり感動の渦に包まれました。平野史雄さんのパフォーマンスはファンを魅了しました。昨日は彼がサングラスを外す瞬間、東京ドーム全体が歓声に包まれました。彼のクールでトレンディーなスタイルは観客を圧倒し、会場中が彼の愛らしい姿にうっとりしました。今日のナンバー・アイのライブ。 昨日と同じ衣装でしたけど、新しい情報をフィルタリングするために、昨日のビデオと混同しないように、詳細を注意深くチェックしました。3月14日、平野仕様は曲が終わってもメガネを外さなかったんですが、今日3月15日、曲が終わるとメガネを外し、その美しい顔を観客全員に見せた瞬間、東京ドーム中が歓喜に沸いたんです。彼はメガネをかけている時もとてもオシャレなんですが、 メガネを外して大きなスクリーンからカノガが映ると誰もが圧倒されその愛らしい仕草には会場全体がメロメロになりましたメンバー3人今日も素晴らしいパフォーマンスでしたね今日はライブに行けなかったけどファンの皆さんの気持ちと音楽のメロディーがナンバー愛の誠実さと献身的な姿勢を示してるんだろうなと思います観客からの愛を感じて楽しんでくださいね衣装が同じでも セッション全体を通してファンに対する公平性が生まれていると感じますが、ちょっとだけ残念な気もします。でも、何よりも大切なのは、彼ら3人がファンを愛してくれていることだと思います。彼らの才能と熱意に、私はいつも感動し、彼らを応援しています。衣装が同じでも、パフォーマンス全体を通じてファンに対する愛情が伝わりました。彼らの才能と情熱によって、 観客は何があっても彼らを愛し、応援し続けるでしょう。メンバー全員が素晴らしいパフォーマンスを披露しました。ライブに行けなかったファンも、ナンバー、愛の音楽とパフォーマンスから感じる誠実さと熱意に満ちたエネルギーを楽しんでいることでしょう。このようなイベントは、コミュニティ全体にとって素晴らしい機会です。ファン同士が一緒に楽しむことで、絆が深まり、新たな友情が芽生えます。これからも、ナンバー、 愛の活動を楽ししみにしています。このライブで、あなたはどんな感動を受けましたか平野耀さんのサングラスを外す瞬間、どんな気持ちでしたかコメントをお待ちしています。